どうもです。カーナス伊藤です。シーズンも終わり、はい、ほぼ終わり、はい、ということでですね、あれをやりましょうか。我々の2024プレミアリーグベストイレブンを決めよう。もうそんな季節です。そんな季節ですか。はい、ということでまだ最終節は終わっておりません、はい、なんだったら、今からですね、うん、ユナイテッドニューカッスル、はい、ブライトンチェルシーの試合ある、うん、直前でございますけれども、うん、まあ、ベストイレブンもちろん最終節でさ、はい、まあ、ちょっと入ったりとか、はい、あるかもしれませんけれども、逆にこのタイミングこそ色眼鏡なしで見れる最後のチャンスじゃない。なるほど、確かに最後活躍して、そう、ピュッて評価上がるパターンあるから。そうなんですよ。仮にさ、まあ、ウエストハムがシティに勝ったとするじゃん、はい、俺ベストイレブンに入れちゃうもん。確かにな。そうでしょ。まあそしてベストイレブンだけではね、はい、まあちょっともうあれじゃないですか、まあな、味は出ないだろうということで、まあ、いつも通りお気に入りイレブンもやっていこうかなというふうに思っておりますけれども、はい、伊藤さんどうですか今回。いや今回結構群雄割拠のまま、はい、行ったイメージあるんすけど、はい、どうなんだろうね、俺とお前で、ね、まあそうね、そんな差あんのかなっていうか、まあ今年はですね、うん、誰かがズバ抜けで優勝をしてったわけじゃないですから、うんうん、まあ、今回出てくるメンバーもいろんなクラブからっていうパターンあるかもしれないですね、はい、あるかもわかんないんで、そこら辺気にしてください。はい、命令、はい、気にしてください。いや素敵、はい、さあ、早速やってみましょう。くしゃい。改めてでございますけれども、ベストイレブンはですね、はい、うん、まあ、一チームから何人までなんて、うん、そんなブスなことは言いませんので、うん、ブスな、ブス、ブスいなことね、ブスじゃないですね。ブスなことですね。はい、あとですね、まあ、フォーメーションも自由でございます。はい、4-3-3で当てはめろなんて、そんなブスなことは言いませんので、はい、もう好きに。あとやっぱ年間で考えるっても大事だよね。いや、そうだね。うん。ただもう、しょっぱなキーパーから、もうむずいんですよね。そんで。まあでもね、もう僕はこういうことをね、もう年中考えてるんで。結構いけるっすか、お前。あのね、決まってるとこは決まってる。ただ、全部は決まってない。ただ結構何なんだろう、スラスラかけるやつはいるかなっていう。うん、あと1だな。あと1だわ、これ。いやもうこれやろ、色言わせねえなマジで。いやーでもここだけなんだよなマジで。あの最初にして最大の難問があるんですよね。本当？うん、最初にして最大難問ある。ある。死な事件だよなー。事件なよなー。マジでわかんねえよなー。事件なよなー。さあ、ということで、はい、完成しました、はい、どうでした、迷いました。いやマジで、うん、うん、合ってるこれっていう。しっくりきてる。しっくりは、うん、まあ 80% ぐらい。結構きてないね。結構きてないよ。結構きてないね。うん、なんかもうちょい考えた方がいいんじゃない。じゃあ、いやでもこれ以外もないのよ。じゃあ来てるんだ。じゃあ来てるんだ。じゃあ来てるんだ。来てるんだ。解決しました、皆様。ありがとうございます。ありがとうございます。最初はグーじゃんけんほい。どっちがいい。え、俺が選べやった。負けたけど。俺先行こうか。あ、じゃあ OK です。OK。じゃあ、伊藤さん。はい。では、伊藤光輝。はい。26歳の、2324ベストイレブン。こちらでございます。はい。ドドンということで、はい、じゃあまずは、おう。ゴールキーパーから。はい。行きましょうか。はい。ゴールキーパーオナナです。はい。来ましたね。で、これをね、これオナナで行きました。結局いろいろあったけども、いろいろあったよ、うん、確かに順位もそんな高くないし、うん、知ってもめっちゃしてるよ。はい。だけど、うん、マジでやることやってるって。いや、それはそう。本当だな、マジで。本当よう頑張ってる。確かシーズン通して見ると、うん、まあ、うん、これ止めてほしいなっていうところも、うん、確かに前半とかね、うんうん、結構あったと思うんだけども、後半はそれを取り返す勢いで。そうだね。マジで止めまくったというか、一番感銘を受けた。うんうん。これも止めるかっていう。あと、思ったよりさ、うん、アシスト早かったよね。いや、そう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 。ね。それもあったので、うん。うん、まあ、対抗馬は確かにいっぱいいると思う。はい、イカーリオとかも、はい、いいし、俺、ペトロビッチとかも。うん、よかった。悩んだ。うん。し、もう本当、エデルソンとかライアとかも。いや、そうですよ。何でもよかったんですよ。はいはい。
ただオナナ、もう何でもいいって思ったならオナナでしょ。何でもいいならオナナでしょ。で、右サイドばっかり行きましょう、はい、ベン・ホワイト、はい、つうか、サリバとマガリアン、はい、ここはもうアーセナルライン、なるほど、一番もう、うん、クソほど試合出まくったマンたち、まあもう本当にほとんど休んでない。それこそね、ライアンのゴールデングローブ、はい、取れてるのも、うん、まあ、この3人のおかげは非常にあるんじゃないか、誰でも取れんじゃねっていう、あーチームならって思えるくらいの、はい、うん、ディフェンスを見せた3人、うん、もうホワイトもまあゴール関与は言うことないですし、はい、まあ、サリバ・マガリアンは本当ベストコンビネーション、うんうんうん、ベストコンビ賞を与えてもいいんじゃないかっていう、いや、嬉しいわ、それは、それはあると思います。先生から言われるのは、うん、まあ唯一大工入るかなって思ったんですけど、はい、やっぱ本当最後の終盤争いかな、ああなるほどね、あそこで安定したチーム作りを、うん、はいはい、まあ締めれたかどうかっていうところが、うん、俺の中でちょっと評価に響いたかなっていう、最後に戦えたっていう、そうそうそう、で左サイドバックは、はい、よしこぐまれてるよね、いやでも、うん、上げてきたね、結構上げてきたわっていうのもありますし、こいつまあ最初は確かにアジャストに困惑してたと思うんですけど、うん、やっぱでその時点でも別に悪くはないというか、まあ確かにね、うん、慣れない中まあ、うん、頑張ってる方かなっていう、そこら辺はなんかもうある程度ポテンシャルで、そうそうそう、あの穴にはなってなかったもんね、カバーはしてる感はあったけど、うん、でももっと欲しいよねっていう、うん、ところをもっと欲しいを実現させてくれた、なるほどね、という意味で、うん、今俺は本当シティの左サイドバックグバルディオルで何ら不満はない、うん、確かにミッドフィールダー行きましょう、はい、まずアンカーロドリーですね、はい、うん、まあなぜオフィシャルで、うん、はい、MVP の候補にすら入ってないのかと、これは七不思議です、七不思議です、本当に七不思議、こいつはマジでヤバいっす、うん、てかロドリーが退場しなかったら無敗優勝いきましたね、ほんとそんぐらいよ、うんうん、こいついねえ時だけ律儀に負けてんだから、そうだね、ゴール関与も申し分ないですし、うんうん、うん、7ゴール9アシストとか、いやすごいわ、いや多すぎだろっていう、まあそうね、うん、そしてミッドフィルダー1人目、はい、デクラライス、はい、迷いましたね、あなるほど、うん、ウーデーゴールと迷った、はい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 、まあそうよね、どっちやろって、うん、でもまあ、うん、ウーデーゴーラー言ったら、うん、去年の方が良かったかもしらんみたいな、まあ、得点回は多分去年の方が多いな、多いよなっていうところで、うん、ウーデーゴーラーはその、うん、自分の中での戦いがちょっと、はいはい、ハイレベルだったかなって いわゆる、まあここに載ってないですけれども、ハーランド的なところもそう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 、ちょっとあるのかね、それはあると思います、片や、うん、ライスはね、うん、移籍初年度であの、はい、パフォーマンスということで、うん、でもバフはかかりやすいですよね、まあそうだね、うんうん、インパクト的なところも それも踏まえて、うん、まあデクラライス、まあでもライスでもいいでしょ、うんうんうん、っていう感じですよ、でそこの牙城に入ってきたのはまあフォーデンですね、まあこれも素晴らしいですね、 あやべえゴールパルマ入れ忘れた、やべえ本当に、あ本当にライオンびっくりした、あやべえ俺はびっくりしてるんですよ、パルマ入ってないパルマは入れるべきだと思ってますよ、でもあなた言ってましたよ、うん、もうこれ以外ないあれ、いやでも、うん、で正直この辺は、はい、好みです、はい、みんな素晴らしいと思う、なるほど、正直それを念頭にした上で、まあ、強いて言うなら、うん、やっぱり、うん、この状況の、はい、伊藤の頭の中に現れなかったこれはマイナスうっかり現れなかっただけですね、うっかり顔を出さなかったで、まあ、フォーデン、話戻りますけど、はい、フォーデン、まあこれはもう本当、うん、いいんじゃないですか、でもリアルプレミアの年間最終選手取りそうよね、取り得る可能性あるぐらい、うん、まあ結構、うん、勝負強さというか、うん、まあ本当ゴールもここで欲しいって時に取ってくれますし、うん、まあ相手が防げないようなゴールをたくさん決めてくれたっていうのは俺の中で本当高評価というか、それで何点勝ちでもらえたっていう、うん、マジであると思うんで、はいはい、そう、フォーデンはもう入っていいと思います、うん、はい、で、サイドで、右ウィングサカ、右ウィングサカ、はい、まあ、サカもね、今季、まあどうだろう、うんうんうん、まあようやってるでしょ、まあ、当たり前になってるよ、当たり前にようやってるでしょっていう、うん、ここまでシティとアーセナルしかいないね、フィールドプレイヤーね、ほんまやあ、ほんまやここまではほんま、ここまではそうよ、で、じゃあもうシティとアーセナル以外の、うん、パッと出てきたのはゴードンだったんだよな、この伊藤にパッと出させる能力、うん、ここがやっぱり大事意外とすごいなって思ったのが、うん、PK、はいはい、ゲッと、あーなるほどね、あれぶっち抜けてゴードン多いですよね、確かあーそんな気がするわ、ピケは
もうゲットした方が偉いと思ってる。まあ間違いない。それはそれはそう。偉いと思ってる。ので、うん、まあそれプラスまあ普通にゴールアシストも素晴らしかったと思いますし、うん、うん、まあ着実にこうステップアップというか、はいはいはい、上げてきた1年だと思うんで、もう入ってたね、うん。GA してるし、ね。そうやってるので、ね、もういいのかなと思います。うん、はい、でワントップワントギンス。はい。おもん参りました。はい。それこそ得点王のハーランドはいやーそうですよ。なんで入んないですか。でね、ゴール関与だけで言えば本当同じぐらいなんですよね。まあまあそうだね。そうね。GA 合わせて、ね。GA 合わせたらってことを考えると、うん、いやでもうんすごいよ。いやーまあすごいですよ。マジすごいよ、うん。チャンピオンズリーグ初のね、うん、ビラを持ってったのは彼のおかげ。そうだね。という部分はすごくあると思います。まあ俺ではこうなりましたね。はい。うん、まあどうですか改めて語った上で。語った上で。左サイドバック俺忘れてるけどなんかいたりしたかな。まあウドジェとかもね。そうね、ウドジェとかもいたんですけど、うん、最後がいてほしかったなあ感。ああ、ラッシュらへんな。そうだね。ビッグシックスラッシュとか、うん、あそこいてほしかったらいて、うん、頑張ってたらもう入ってた可能性は全然ある。最後の追い込み。そうそうそう。僕ですね、はい、結構あの自信があるなっていう伊藤の話聞いた上で。そう、まあ、ちょっとさらに超えてくる自信はあるかなっていう。なるほど、はい、じゃあそれではジョー君の、はい、2324プレミアリーグベストイレブン、はい、こちらでございます。はい、じゃじゃーん。はい、スリーバックです。僕はだーお前ツリー言ったでしょフォーメーション。いやーツリー、まずゴールキーパーオナナ。やはりあのね、もう本当に俺迷ったのはオナナ、ビカリオ、ピックフォード、この3人でしたね。ビッグフォードもね。ビッグフォードめっちゃいいなと思ったんですけど、うん、まあなんかオナナ頑張ってたなって本当に。でまあ3バックですね、サリは大工、ビッグガビビッグガビ来ましたね、はい、アガリアンでございますけれども、はい、純粋にセンターバックとして今シーズン、うん、まあ、正直言うと抜きん出てた、はい、この3人が。そうよね、まあ俺も大工とか正直入れたかったけどね、うん、まあ、その手があったかって感じ。そうですねまあちょっと禁じ手かもしれないですけれども、それプラスなんですけど、うん、個人的にはあの左サイドバック、うん、あの第一人者が俺の中ではどう考えても出てこなかったんだよね。それはマジでそう、本当80点ぐらいみたいな、うん、もう100点はいなかったみたいな。なんかベストイレブンに、うん、もちろんヨシコとかも素晴らしいし、うん、ウドジェとかも素晴らしいんだけど、ベストイレブンに入るほどかって言われたら、うん、ちょっと違えなって思って、うん、それはそう、うん、でウドジェとかヨシコが入って、うん、大工マガヤのどっちか外れんのは違えだろっていう。それは本当にそうだと思います。そうそう、なので、うん、まあもうサリーはね、マガヤはもうあなたが言った通り、まあもう現在プレミア最高の2センターコンビだと思いますし、まあ大工も大工でもうバゲモンでしょうと。いや大工ようやってたけどね、マジでプールはそこまで怪我人ありで、はい、持ってたのは大工でしょう。で2ボランチに、ライストロドリ、はい、もうこれはもう鉄板っすか。まあもう、うん、ねえ、まあもう最ナンバーワンナンバーツー、2人とも別にアンカーじゃねえと思ってんだよ。もう今季はだいぶ点取りに行くぞ感は、うん、ありましたね。だって、うん、まあロドリが7ゴール9アシスト、うん、ライスが7ゴール8アシスト、うん、まあアンカーのスタッツではないですし、はいはい、まあ純粋に何なんだろうね、まあプレイメントがそうなんだけど、うん、人として強い、うん、この2人はあの人が持つパワー、なんか生物としての人としての能力の高さ、うんうんうん、まああるわな、うん、そしてですね、右パーマ、はい、でウーデ・マクアリスター・フォーデです。ちょっとサカ入ってねえか。あーでもこれに関してはね、サカはまあもちろん素晴らしいんですけれども、まあバーマーを優先してあげてもいいかなっていう感じはありました。まあバーマーもう本当にあんなになるんだね、人とはと。人とはちょっとあんな何個ステップ飛ばしたっていう。そうなんですよ。もうね、まあもちろんね、ゴールとかアシストとかもそうですけれども、うん、G に絡んでないビッグチャンスクリエイターが結構あんだよね。そうですよね。そうそうそう。で、まあチェルシーの試合見てて、今のパス誰からっていう時、うん、大体パーマーだし。いや、そうなんだよね。もうまさしく新たな柱、もう新たな柱。うんうんうん、そして、まあこれからチェルシー躍進のもう本当看板選手、1年でよくここまでなったなと。でフォーデン左ですね。まあこれフォーデン左っていうのは別にね、うん、あのもう左ができるから置いてるだけであってまあでも最終的に左やってたしな。まあね、まあ、そうそうそう、フォーデンももう、うん、もう伊藤さんのところで話しましたけれども、うん、まあ本当一発力とか、うん、あ皮抜けたなっ
っていう、皮抜けたしまった皮抜けたなっていう、うんうんうん、まあもちろん毎年うまいんですけど、レスに考えたら去年の CL ファイナル、うん、あのベッチスタートあたり、そう、まあ去年だとスタメンって感じじゃなかったからね、そう、うん、出た中で、まあ、デブライネがいない前半戦とか、うんうん、まあシーズン通して勝ち点を最も、はい、運んだのフォーデンなんじゃないかなということで、うんうんうん、2人の、インサイドハーフというんですかね、うん、は、マッカリスタとウデボールですね。おー、マッカリスターが入ってきますか。入ってきますね、はい、まあ、彼も本当に、まあ、リバプールが今季もっとなんでしょうね、優勝とかしてたら、うんうんうん、まあ、大工かマッカリスタかなっていうふうに僕は思ってまして、シーズン序盤は、うん、アンカーという、はい、まあ、本来別に全く適正なポジションではないと思うんですけれども、うんうん、そこでやりながらも、はい、まあ、インサイドハーフになってからまあ、しこたま活躍してたし、うん、まあ、最後の方はね、まあ、何でしょう、チームとして若干ちょっと不安定になったかもしれないんですけれども、うん、まあ、今季のマカリスタは評価せざるを得ないのかなと。もう一人はまあ、ウデゴールですね、うん、まあ、これもね、まあ、昨シーズンと比較してうんたらっていうかもしれませんけれども、僕的にはシーズン終盤のウデゴールは昨シーズン評価してるなっていうふうに思ってて、はい、攻撃面とか去年も素晴らしいんですけれども、なんといっても守備ですよね、うん、プレスの指示とか、まあ、もちろん守備、アセル守備硬い、まあ、マックス素晴らしいってあるかもしれないですけれども、もう守備ウーであってこそ、うんうんうん、もう全ての守備の始まりまでになってて、そうね、でキャプテンとして、まあ、シーズンほとんど怪我もせず、うんうん、最後まで連勝をね導いたっていう意味で、ウーデゴールも GA 低いのはみんなが決めねえからだと間違いです、うん、ということで、はい、まあ、正直ちょっとデブライネもありかなって思ったんですよね、うん、ここにマクアリかウーデ外してデブライネ、うん、いいもありかなと思ったんだけど、まあさすがに半年お休みでちょっと査定に響いたなっていう、あの人なおアシストランキング2位とか全然そうそうそう、だから俺デブライネのありかなと思ったんですけど、まあちょっと今回はね、いや、そうでわかる。で、あとワントップはワトキンスですね。なるほど、うん、まあもうハランと悩みました、ここは、うん、ハランでもいいかなっていうふうに思ったんですけれども、やっぱ年間通して、うん、うん、なんかイメージ強いのはワトキンスなのかなっていうふうに、そうね、怪我なくやってたもんなことだ、そうだね、うん、っていうところで、まあゴールもできるし、まあアシストはちょっと俺は上振れてるところはあるかなと思うんですよ、うんうん、あれはちょっとつきすぎだなと思うんですけれども、うん、まあ、まさしくビラを牽引したでしょうし、うん、なんといってもですね、彼はですね、の僕 の, あのエミレーツスタジアムでの夢をあのぶっ壊したかったまあもう逆に拍手っていう感じで、はい、こちらの、まあ、ちょっと3-2-4-1っていう形でございますけれども、選ばせていただきました。比べてみると、うん、やはり収まりいいのはこっちかなとは思うんですよ。いやー、まあそうだね、うん、ちょっと強引な部分は、まあそれは許せそうそう、でもね、ちょっとすいまして、ねうん、確かね、あのネビルも3バックやつだベスト11 あの5大御所もまあハーランとかも俺正直入れてかなと思ったんですよそうねっていうか、やっぱりあのスパン戦の2発、うん、あの2発はですね、あの本当にあの20ゴールより大きい価値は大きかったかな、うん、ただ、まあ、昨年の彼がすごすぎた、そうね、偉大だったがゆえかなっていうところがちょっとありますね。はい、ということで、以上が僕らのベストイレブンです、はい、なんかね、うん、あの、いろいろ語ってたら、うん、ちょっと長くなってしまった、そうっすね、はい、ちょっと長くなってしまったということで、はい、ちょっとお気に入りイレブンは、うん、また別の機会で、はい、これもね、俺絶対やんなきゃいけない企画なんですよ、そうですね、うん、僕結構やるやる詐欺してるじゃないですかこれだけはマジでやります、そうです、これだけはマジでやるんでですね、うん、ちょっと一旦、はい、まあ、今回ベストイレブンこんな感じでございます、いかがだったでしょうか。今期やっぱり難しかったかなっていう、いやそうね、うん、てかアタッカーいいの多かったなっていう、そうだね、うん、誰使っていいのかっていうところあるし、うん、まあ、触れてるけど右サイドバックもね、うん、まあ、ダロトとかさ、あ、そうだ、ユストとかさ、あ、そうだ、結構いいメンバーいたんだよね、いやね、結構難しいっていうか、なんかいろいろ偏ってたかなっていうポジションで、ね、このポジションめっちゃ多いっすみたいな、あー確かに、かこのポジションちょっとあんまりないよね、うん、みたいな、それこそ右サイドと左サイドでね、そうね、ガラッと変わるしとか、うんうんうん、それこそセンターバックもね、ロメロミッキーとか、いや本当だね、全然入ってでもおかしくないレベルなんですけどね、ほんとこれはもうちょっとまあ僕らのっていう感じで、はい、紹介させていただきました、はい、さあお気に入りイレブン、はい、誰入れるのかと、うん、僕これはね結構決まってないんですけど、うん、何人か確定はいますね、うん、でも俺も今季良かったなと思う人いるんで、うんうん、ぜひちょっと発散していっぱい語りたいねいっぱい語りたい、こっちも言われるからね、確かに、うん、という感じでございます、はい、ということで、はい、皆様よければチャンネル登録お願いします、お願いします、各種でゲームチャンネルからお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バーイ。